日本の皆様、クルードラゴン運用初号機無事に ISS にドッキングしました。国際パートナーの一員として民間宇宙船のドッキング成功に立ち会えてとても幸せです。我々レジリエンスクルーは訓練の間、そして打ち上がった後も様々な困難な状況に直面しましたが、全集中で乗り切ってきました。これから半年間の宇宙滞在も皆さんと感動を分かち合いましょう。 All for one, crew one for all.